皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。先週というか、まあ、先週よりちょっと前なんですけどね、この森谷ドラムスクール放送部なんか公開して、その、まあ、ラジオというかね、ラジオの中で、毎週やりますみたいなことを言ったばっかりにですね、今なんであの時あんなこと言ったんやろなって思いながらラジオ撮ってます。はい、ありがとうございます。ね、ラジオにね、出るんですよ、本当のラジオに。まあこれは YouTube じゃないですか、 YouTube なんですけど、本当の民放のラジオに今度出るんですよ。2月の6日とだけ伝えておきます。まだね、まだ言ったらダメなんですよ。1月30日以降じゃないと言ったらダメなんですけど、今1月25日なんで、まだ言ったらダメなんで、ちょっとラジオに出る、2月の6日かな、2月の6日、4時から生放送でラジオに出るっていうことだけ伝えておきます。はい。そんなことで、この前ね、ちょっととある質問をいただいたんですよ。質問っていうかね、公式 LINE の方にとあるメッセージをいただいたんですね。はい。で、まあ、一応、ちょっと、お名前はもちろん、伏せさせていただいて、まあ、ちょっとかいつまんで、この、メッセージの内容をちょっと読ませていただくとですね、独学であっさり曲を叩ける人、スクールに通ってても、なかなか曲が叩けない人、この二つは、やっぱりセンスみたいなものがあるんですか？当方は後者の方です。まあ、スクールに通ってもなかなか曲が叩けない人です。練習はほぼ毎日パッドと格闘しております。で、やっていくうちに、この方は先が見えなくなって、何のために練習してんのやろなと。こう、いつまで経っても、曲をやってても、なかなか上手くならへんし。でもなんかこう、ね、ツイッターとか、まあ、あの他の動画とか見たら、もうバンバン曲をやってると。自分よりもドラム歴が短い人、が、もうあっさりと自分のやりたかった曲をコピーしてたりとか、すごくこう簡単そうにやってる。自分はなんてこうセンスがなくて、って思っちゃうと。でここまでやってても、まあ、どうせ上手くならへんのやったらやらない方がいいかって思っちゃうとね、まあ、先が見えなくなってしまうと、いうことで、まあそういうセンスみたいなものはあるんですかと、まあ、いうようなご質問をいただいたんですね。うん。でまあもちろんね、レッスンをしていると上達が早い人とか、上達がゆっくりな人、まあ成長の度合いはもう本当にね、生徒さんによって変わるんですよ。まあ、僕も本当に多分、累計1000人以上多分ね、マンツーマンで教えてきてると思うんですけど、本当にね、バラバラです。だから、若ければ早いと言っても、別にそうではないし、ご年配の方やからと言って遅いと言ってもそうでもないし。だからね、本当にバラバラなんですよ。その生徒さんによって。うん。で、ある生徒さんは、例えば、1週間でできたことが、ある生徒さんは3ヶ月ぐらいかかっちゃうと。っていうのも、まあもちろんあるんですね。そう。ただ、それはね、センスとかっていうよりかは、もともとその人が持ってる適性的なものだと思うんですよ。そう。例えば、たまたま速い曲が、得意だったみたいなね。こう身体的に、体の動き的に、今まで、自分が聴いてきた、音楽経験とかね、自分が感覚的につかみやすいのが速い曲であって、で、体の動きとそれがマッチして、早い曲はすごい早く、1週間ぐらいで叩けるようになった。ただ、ゆっくりな曲はなかなかリズムが取りにくい。体の動きが取りにくくて、遅い曲は、3ヶ月ぐらいかかってしまったとか、まあそういうのも全然あるので、まあ人によってね、結構やっぱり得意不得意、まあもう細かい分野であるような気がするんですね。人によって成長する速度っていうのは、まあもちろんバラバラだったりするんですが、どんな方でもね、急成長する時があるんですよ。そう、急に上手くなったなみたいな、このね、1週間前に比べて全然違うなみたいなっていうことはあるんですね。で、そのきっかけの多くが、まあとりあえず1曲叩けるようになったりとか、まあ発表会っていう目標ができたり、まあバンドを組むようになったりとかですかね、その生徒さんがとか、まあいろいろ様々ではあるんですが、まあ結構ね、その大きく分けると何かの目標が達成された時ですよね。まあ一曲丸々叩けるようになったなとか、なんか、あ、ここまで早いのができへんかったけど、なんか早く叩けるようになったなとか、8ビートなんかいつの間にか 160bpm まで叩けるようになったなとか、そう、何かの目標が達成された時とか、あと、やらなければならない状況に追い込まれた時とかね。だからバンド組むようになって、3月にライブがあるんですよ。やばいんですよ、と。そう。その時までに間に合わせない、といけないんですよっていう、やらないといけない状況に追い込まれた時とか、
でもね、僕も結構あります。やっぱり僕ドラム始めて22年なんですけど、僕より上手い小学生の子とか、まあ、もちろんいますし、僕よりね、もちろん名前が通ってるね、ドラム講師の方とかももちろんたくさんいらっしゃいますし、素晴らしいドラム講師の方とかもたくさんいらっしゃるんで、僕もね、なんかキーってなる時があるんですよ。なんか悔しいみたいな、本当になることはあるんですよ。僕も人間なんで。あるんですけど、まあその時にね、そのモチベーションをやっぱりね、下げるのがやっぱ一番良くないと思うんですよ。やっぱこのね、モチベーションが下がっちゃうとやっぱこう次に行けなくなっちゃうじゃないですか。まあこのメールをいただいた方もそうなんですけど、先が見えなくなっちゃってみたいなね。そう、こう頑張って練習してたはずやのに、なんか先が見えなくなっちゃって、でもこれってすごいね、悲しいというかね、切ないことだと思うんですよ。ドラムのことをね、好きなんですよ。めっちゃドラムのことめっちゃ好きで、嫌いになりたくないんですよ、絶対に。だから嫌いになりたくなくて、でも嫌いになりたくないためにはどうしたらいいんですかっていうメールを送ってきてくれてるんですよ。これはね、すごく切ないことだと思うんですね。そうだから、そのね、もう大好きなものを嫌いにならないようにするために、まあ、自分の中で、習慣的にね、自分の中でうまくモチベーションをコントロールできるようにするのがやっぱりベストなんだなと思うんですよ。そう、嫌いになりたくないんですよ。そうで、まあそのモチベーションキープに必要なことってなんやろなと思うんですけど、まあ僕が本当に普段もう常に心がけてることなんですけど、もう第一は人と比べないっていうことですね。例えば、まあ僕ドラム講師でね、こうやってるんですけど、また別のツイッターで活躍してる先生は僕よりもね、すごくスティックコントロールが上手やし、僕より説明が上手な人なんかめちゃめちゃいるんですよ。ただその自分にしかできない発信っていうのは絶対僕はあると思ってるんで、こうモニタリングドラムスクールの強みっていうのは絶対あるはずだと、まあ、自分に思い込ませてやってると。でそこで、うわ、あの人の方がやっぱすごいって僕もやっぱ思っちゃうんですけど、でもやっぱ人と比べない、こう自分の良さをどんどん生かしていけるようにするっていうことを、まあ、僕は第一に考えてます。で、2つ目ができないことをね、数えないっていうことなんですね。僕できないことがたくさんあるんですよ、本当に。なんでこんな自分でできないのなって思ってしまうことがあるんですけど、その人にできて自分にできないことばっかり数えるとやっぱ先に進めなくなるんですよね。そうだから、ね、できないことを数えるんじゃなくて、自分のできることをね、数えていくことが大事なのかなと思ってるんですよ。そうそして3番目はね、小さな目標を達成し続けることが大事なのかなと思うんですね。そうだから大きな目標がありすぎるとやっぱ達成までに時間がかかっちゃうと思うんですよ。そう、まあ、この方もおそらくそうだと思うんですが、スクールに通っててなかなか曲が叩けないっていうようなことを、まあ、書いておられるんですね。だからもしかしたらその曲の難易度が高すぎるんだと思うんですよ、その方にとって。そうだから本当にね、ギリ、まあ、これだったらいけるっしょぐらいの曲、まあ、ちっちゃな目標をちょっとずつ達成していって、あ、これでいけたら OK みたいなね。いけた時に、やっぱこう、モチベーションってどんどん上がっていくと思うんですよ。目標が達成された時に、やっぱモチベーションって上がっていくと思うんで、小さな目標をそうやって達成し続ける。まあ、曲じゃなくてもいいと思うんですね。例えば、この、たかたか。まあ、昨日よりちょっと長く練習できたな、みたいな。毎日続けれたな、みたいなね。そう。毎日練習記録10日間達成とか。でも、目標を達成だと思うし、ちっちゃなね、こう自分の中では目標を決めて、まあ、それを達成して、それを一つ一つこう噛み締めていくのが大事なのかなと思いますね。で、4つ目が制限時間を作る。まあこれさっきもそうなんですけど、やらなければいけない状況に追い込まれた時に、やっぱりこう人ってね、こう力を発揮すると思うんですよ。夏休みの宿題をね、1日でこうやってしまう少年がいるように。僕もね、フレーズレシピ、これまでの教則本締め切り地獄でしたよ締め切り地獄だったんですけど、これ絶対無理や、間に合わへんって思ったやつでも、やっぱこう締め切りが迫ってやばいやばいってなると、できるんですね、人間って。不思議でね。そうそうそう、だからこう制限時間を作ってこれまでにできるようにする。だから一曲目標を決めたら、来月の、まあ、何日までにできるようにするとか、なんか制限時間を自分の中で作って、そこまでにクリアする。だからそう思ったら、やっぱバンドを組んでたりすると、まあ、いついつまでにバンドの練習があるからっていうことで、その時までに曲を、完成させないといけなかったりとか、なんかこういろんな目標がやっぱできると思うんですね。そうだから人前に出る約束をするとか、
っていう感じで、なんか制限時間を作る、締め切りを作るっていうのはね、大事になってくるのかなと思いますかね。そうで、まあ最後はね、記録するということだと思うんですよ。その何が自分ができるのかを記録したりとか、小さな目標を、どんな目標をこれまで達成してきたのかっていうのを記録するとかね、自分ができること、できたこと、いつやったかっていうこととか、まあ細かく、記録していくっていうことは、まあ、大事だなと思うんですよ。そう。で、まあその記録したものを後で見返してした時に、やっぱその自分がどれだけ成長したかっていうのがやっぱ分かるんですね。そう。だからちょっとあの時より成長してるな。で、逆に成長が感じられなかった場合、これ全然成長してへんやみたいな感じになった時は、やり方を軌道修正することもできるんですよね。そう。だから、これまでやってきたことが、ちゃんとうまくいってるかどうかっていうのを確認するために、やっぱ記録するっていうことは大事だと思うんですよね。モチベーションキープするために、まあ、この5つをね、大事にしてるんですよ。人と比べない、できないことを数えない、小さな目標を達成すると、制限時間を作る、で記録する。まあ、これをね、自分の中では、すごくこう大事にしてるということなんですよ。まあ、たまたまね、ご連絡をいただいたんですけど、まあ、これをね、感じてる人っていうのはめちゃくちゃたくさんいると思うんですよ。そう。このなかなかこうモチベーションが続かず悩んでる人っていうのは、まあ、たくさんいると思うんで、まあ、何かの、このラジオを聞いてくれてる方の、まあ、ちょっとモチベーションアップにつながればいいなと思って、ちょっとこういうお話をさせていただきました。はい。まあ、すべてのね、お悩みに公式 LINE で答えれるわけじゃないんですけど、ちょっともし、そういう悩みがありましたら、送っていただいたら、僕なりの返答をさせていただきますし、ね、で、またちょっとこうやって、同じような悩みを抱えている人がいると思うんで、まあ、このラジオでね、まあ、お知らせさせていただこうかなと思ってます。はい。そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。